アブダクションの証拠、ガテマラの巨石人頭像が白人の顔をしている。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり聞こうは、ガテマラの巨石人頭像について紹介していこうと思います。各国の古代文明にはしばしば石を掘って人の顔を作るという文化が見られます。このような石像を一般に巨石人頭像といい、古代人の文化や暮らしを知るためのヒントとして研究が続けられています。オルメカの巨石人頭像やイースター島のモアイ像などが有名な例ですね。今回ご紹介するガテマラの巨石人頭像もそうした古代の巨石人頭像なのですが、この石像はとある理由からアブダクションの証拠ではないかと噂されることがあるんです。ジャングルに佇んでいたグアテマラの巨石人頭像。その巨石人頭像が発見されたのは1950年代初頭のこと。場所はまだまだ未開の地が多かったグアテマラのジャングル内部でした。ジャングルの一部の土地を所有することになった人物が区画内に奇妙な石像が立っていることに気づきます。車を縦に3台積み上げても届かないほど巨大な彫刻で、ツルツルした表面には目、鼻、口がはっきりと彫り込まれていました。彫られているのは顔の前面だけで、耳から後ろの部分や首や胴体などはありません。まるで天を仰ぐ男性に見えるその石像を土地の所有者は写真に収めました。しかし残念なのは、当時の人々にとって文化財の保護という考え方がまだあまり一般的ではなかったことです。土地の所有者は写真を1枚撮った後は石像を放置したため、グアテマラの巨石人頭像は専門的な調査もされずに数十年が経過してしまいました。世紀の大発見に専門家が驚愕。なのに巨石人頭像が行方不明。グアテマラの巨石人頭像が次に注目されたのは1987年のことでした。発見から実に30年以上が経過した頃、土地の所有者が撮った写真がオスカー博士のもとに流れ着きます。オスカー博士は哲学博士にして弁護士や交渉人を務める人物。グアテマラのジャングルに巨石人頭像があるという事実がようやく価値のわかる人に届いたのです。彼はすぐに巨石人頭像を保護すべきだと考えましたが、問題は巨石人頭像の正確な場所がわからなくなっていることでした。何せ発見から30年以上も経っているわけです。写真がオスカー博士のもとに来る頃にはグアテマラのジャングルのどこかにあるという曖昧な情報しか残されていませんでした。写真自体も人から人へと渡り歩いてきたものですから、最初に写真を撮った土地の所有者の素性も全くわからなくなっています。しかしグアテマラの巨石人頭像は人類史に影響を与えかねない遺物として、写真1枚しかない状態で世紀の発見としてメディアにも報じられました。オスカー博士以外の専門家たちも次々にグアテマラの巨石人頭像に注目し、何名かの探検家は実際にグアテマラに入って巨石人頭像を捜索し始めます。ようやく発見された巨石人頭像。しかし時すでに遅し。結論から言えば、グアテマラの巨石人頭像の正確な場所は特定されました。グアテマラ南部のラデモクラシアにある小さな町から約10キロ離れた地点のジャングルがその場所。また正確な地点が分かったことで、写真の撮影者が当時の土地所有者であるビエナー家の人々であったことも分かっています。特定に成功したのはパディージャ博士という人物で、彼は実地調査を行うべくジャングルに入りました。しかしパディージャ博士は現場に入ってすぐに絶望したといいます。なぜなら
グアテマラの巨石人頭像が見るも無残に破壊されていたからです。実はグアテマラは1960年から1996年まで長く激しい内戦の最中にありました。破壊したのはグアテマラの反政府勢力。巨石人頭像そのものに破壊される理由があったわけではなく、銃撃の訓練用の標的にされたのではないかと推測されています。現地の人々によれば、巨石人頭像はパディージャ博士が到着する10年ほど前、1970年代後半にはすでに破壊されていたのだとか。パディージャ博士は絶望に打ちひしがれながらも残った土台の部分を調査しました。とは言っても彫刻の部分は跡形もなくなっていますから、できることは巨石人頭像の大きさを調べることくらいです。危険を承知で内戦の真っ只中にあるグアテマラに入ったパディージャ博士ですが、得られたのは原型をとどめていれば4メートルから6メートルの大きさだったという情報だけでした。すでに破壊されていると分かれば、命がけで内戦に飛び込んでまで巨石人頭像の調査をする者は現れません。写真の発見当時はセンセーショナルに報道されたグアテマラの巨石人頭像ですが、これ以降は再調査もなく、歴史の闇に葬られました。グアテマラの巨石人頭像が白人に似ている謎。発見の経緯がかなり特殊な石像なので前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題。最初に言った通り、グアテマラの巨石人頭像がアブダクションの証拠ではないかと噂される理由についてです。そもそもグアテマラという国は中央アメリカに位置し、メキシコ南部と国境で接しています。今でこそ白人も多く住む国となっていますが、アメリカがもともとインディアンの国であったように、グアテマラの先住民族もマヤ人です。インディアンもマヤ人もモンゴロイド系の民族であり、遺伝子的には私たち日本人に近しい人種であると言えますね。そのことを踏まえてグアテマラの巨石人頭像を見てみると、おかしなことに気がつきます。グアテマラの巨石人頭像は高い鼻と薄い唇を備えており、どう見ても白色人種の顔立ちにデザインされているのです。コロンブスがアメリカを発見したのが1492年のことですから、それ以前のアメリカ大陸に白人はいなかったはずです。グアテマラの巨石人頭像が同地で巨石人頭像が量産された時代に作られたものだとすると、紀元前1200年から紀元前1000年の遺物ですから計算が合いません。単にそういうデザインじゃないの？と思われるかもしれませんが、ほとんど同じ場所、同じ時代に作られたはずのオルメカの巨石人頭像と見比べてみれば、違いは一目瞭然です。オルメカの巨石人頭像の鼻は低く、唇は分厚く作られており、両者のモデルが全く違うことがわかるかと思います。当時の人々はいないはずの白人をモデルにして石像を彫っていたというのでしょうか。白人はアブダクションでアメリカ大陸に連れてこられた。グアテマラの巨石人頭像が白人をモデルにしているなら、コロンブス以前にアメリカ大陸に到達した白人がいたということになります。もちろん可能性はゼロではないでしょう。マヤ人だって元を正せばアジア圏から移住に成功したモンゴロイドですから。しかしオカルト的に考えると、ここでアブダクションの可能性が疑われます。アブダクションとは UFO が地球人や地球の動物を連れ去ってしまう現象のことですね。被害者の運命は様々ですが、中には連れ去られた地点から遠く離れた場所で解放されたという証言もあります。つまり古代の地球でアブダクションが起こっていた場合、ヨーロッパ圏でアブダクションされた白人がアメリカ大陸で解放されたというストーリーが浮かび上がるのです。見慣れない人種に出会った古代マヤ人たちは白人を神や精霊の類だと考えたかもしれません。
そしてその姿を後世に伝えるために巨石人陶像を掘り上げたのではないでしょうか。これがグアテマラの巨石人陶像はアブダクションの証拠ではないかとされる原因です。主に海外で語られている都市伝説のようなものですが、アブダクションに対する考察としてはなかなか面白いと思いませんか。まとめ、グアテマラの巨石人陶像は1950年代に発見された。数十年後に写真が発見されて一躍話題になった。しかし調査隊が行く頃には内戦で破壊されていた。グアテマラの巨石人陶像はなぜか白人に似ている。これをアブダクションの証拠とする都市伝説も。古代マヤ文明が栄えた土地であるグアテマラではこれまでに数多くの巨石人陶像が発見されています。しかし白人に似た巨石人陶像は破壊された一体だけであり、以降数十年にわたって類似の巨石人陶像は見つかっていません。80年代の専門家たちが写真を見ただけで世紀の大発見だと騒いだ気持ちもわかりますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。